こちらはですね、熊本の植木市、いつも2月にこうやってるイベントなんですけど、イベントのこと自体をね、完全にこう意識してなかったんやけど、昨日の夜友達からですね、ちょっと連絡があって急遽来るようになりました。はい、今友達を待ってるところです。おー、どんなのかな。新規後輩、もう内乱中感じかな。うーん、ですね。こうしてこのまま。ああ、クジムにして入ろっか。入ろうかな。わ、わすげえ人が。人がすげえ。あら、毎回大体おらいさんやるときに飲んでる理由はそれ。ちゃんと品種別に並べたから。チョコンとかあるやん。どこ並べる。通してもらわやんた。裏側。あ、パパさんこういう感じか。コロラータコロラータが全員入るよ。いいよいいよ、いや、入っていいじゃないですか。おー、なんで一緒にこれと一緒に。あ、いいですよ。いいですか。何を。あ、みんな違う。偽物になっちゃう。すげえね。似てもね、藤何番かやからね。すごいな、マパさん。本当ですよ。ね、すごい。マパさんのはここだけなの？整理券58番。ああ、200の値段です。めっちゃいいですよね、これ。多分、この辺に。これ絶対。すぐなくなる。ミニさんの時は、宿がない。これなかったね。宿？いや、だって、置いてあるだったら、せっかくするけど。昨日、さっき出かけた朝、見よったやん。これめっちゃ綺麗だと思って。デニアムと。スフレがいいね。ブルベリーも。今日お兄さんたちはいない。新しいね。飾り買ってね。少し空いた。ユリボタン、芍薬ボタン。あれ見た瞬間、私もと思ったの。そうか。
めの金額は覚えとく。覚えてってよ。じゃあ私は普段いくらしちゃすいません、なかった。大方借りを終えたので、他のコーナーを見ていきましょう。他のコーナー、ここはなんかセダムがいっぱい。3ポット1100円、400円、スプリングワンダー、黄金万年草、ピンクベリークリンマンネグサ、ハイトゴメ、狩りを終えましたか。狩りを、これほらゴールドナゲットち、寒い時綺麗なんやね、うん、これすごいもう蛍光色でさ、隠れとか久々見るな、宇宙の木ゴーラをペンデンス、なんかいろいろ見に行こうか。行きましょう行きましょう行きましょう。まあ植木市やけん本来はこんな感じやな。クステリア、うん、これ多肉がある、刃物屋さんがあったりするけんな、そこを見るかな。野中、うん、こういうのがあるな。味があるね。盆栽用やな。こんなんか。500円、三枚で1200円。置き台、端材セット、錦鯉もるな、錦鯉プラチナ、お食事コーナーやな。
な何個ですか。記念に撮影しましょう。記念に。何個ですか。え？四十冊。アルバミン。え、撮るよ。なんで。あ、そうか。まあいい感じで。あれはな、会長なんやかな。120-130人やね。それです。ああ、すげえ。見してください。あら、紬後輩。え、自分さ、こう見せてやる。あの、お母さん仕事のために、一人で来たんですね。電車で来たラストです。ああ、どっから。いや、待ちましてから。あ、すみません。あ、ちょっと、分かる。そうそう。大変やな。親孝行やな。で、何個と。見して。それは、お喜びやろ。なあ。すごいね。お願いされました。言ってくれない。植木地でですね、多肉狩りを終えた後は、実家の方に寄ってですね、まあ、ちょっとあの親の顔を見て、まあ、あの様子伺いですね。もうだいぶ年なもんですからね。で、それから、ぐるっとあの九十あたりを通って、帰宅。はい。で、あの今からですね、狩り結果ということでちょっとね、お見せしようかなというふうに思います。まずはこちらですね、宮山内の紬チワワエンシス、ね、紬と、リンゼアナもあってちょっとね、どっちがいいかなチコ、悩んだんやけど、まあ、こちらの方がちょっといいかなチ、随分悩みましたけどね、こちらの方を選択しました。初めてですね、紬後輩、はい、紬チワワエンシス、まずこちらね。で、もう一つが、まあ、オライさんの方で、友達のね、インスタのポストで後で気づいたんやけど、2月17日、イベントがあったね、その日っていうのは、ミックスベリアのね、ミックスベリアの日で5周年やったかなということ、だったそうです。後で気づきました。で、まあちょうどね、こういい記念に、お迎えできたかなと、ブルーベリームーンですね、はい、以前から欲しくて、なかなかですね、手に、することができなかった、はい、今回ですね、そういうこう記念の日にお迎えすることができましたとですね。これ一緒に行った翔くんとね分けたんですけどね、マパさん苗っていうのも九州じゃね、こう手に入りにくい。で、これがですね、まあ、これ2個ありますけど、4個セットでね、かなり安く売られてて、まあ、スタッフの人が言ってたんやけど、こういう単位でなんか今後売られることはまあちょっともうないんじゃないかなというようなことで、言ってました。で、4個セットで、翔くんと買ってこう、2人でね、2個ずつ分けた。それがこうですね、コロラータとリンゼアナ2升。これは K って書いてるのは金玉園さんの K っていうね、ことで話を聞きました。それがこっちで、これが、コロラータ、まあ金玉園さんねの K にロメオ、はい、こういうやつね、ということで、マパさんは初めてですね、はい、こういう感じでお迎えしました。これちょっとね、後で植え付けようかなと思います。それと、抽選というか、まあ、こちらの方はね、全部こう、整理券とか抽選順やったんやけど、韓国内とかはこうフリーで買うことができました。で、まあ、待ち時間の間に、これなかなかいいなと、こう、爪と血しぶき感がね、プリマベーラっていうのがあったので、はい、こちらの方はフリーでですね、お迎えしました。はい、ということでですね、植木地、去年は行ってなかったよねかな。まあ、宮島農園さんね、園芸さんか、の、まあ、主催というかね、っていう形なんですけど、はい、宮島さんの親父さんともね、ちょっといろいろこう話もできて、それはそれで良かったかなというようなね、ことになりました。はい、ということで、今回の、植木地の仮結果、はい、このような内容になりました。順番とかもね、
こうあのうまいことこうあの宮島さんこうされてたんで、みんなあのバランスよくね、いい借りができたんじゃなかろうかなというふうに思います。はい、ということで、本日の、動画を終了したいと思います。動画をですねいいと思っていただけましたら、チャンネル登録とか高評価していただけると、嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。